ただきます。プリプリや。のどぐろです。もう石川最高。すでに。あ、Kにしよう。かわいい。お上品だ、すごい。
今日1日目の初石川県の軽ト旅が終わってこのお部屋に戻ってきました。実際に工場に行くっていうのが軽ト旅でも初めてだったので、工場の絵っていうんですか、工場の雰囲気も皆さんにも初めて見てもらえたんじゃないかなって思うんですけど、なんか社会見学みたいな感じで、ちょっと小学生ぐらいの心の気持ちを思い出しましたね。この加賀屋さんの旅館に来てすごかったでしょ皆さん入ってきた瞬間からすごいいい旅館で、大人な旅館っていう風に聞いたんですけど、本当にもう いい感じの静かさというか落ち着きがある場所で、大人な旅館だなって感じの場所で、心の中でははしゃいでたんですけど、あまりはしゃぎモードはちょっと抑えめで、明日は金沢の方に行くので、今ね七尾っていう、あの石川県のこういう形あるでしょ、この辺手のところら辺にいるんですけど、こうね、この辺に、だからもうちょっとまた戻って、こう、まあ、腕ぐらいのとこに行きたいと思います。おはようございます。朝になりました。外の景色めっちゃ綺麗じゃないですか。一面に海が広がってます。めっちゃいい景色。じゃあ早速まずは朝食を食べに行ってきます。
え、金箔入ってるんですか？すごい。金箔入ってる。めっちゃいいね。じゃん、こちらバイガイですさっき知りました。いただきます。うん、コリコリや。うまい。200点。めちゃめちゃ美味しい。バッチリです。じゃあこちら金沢で行きましょう。トマトにしっかりとさせていただきます。はい、ちょっとふわっとしますよ。いきます。せーの、よいしょ。すごい。はい、こんな感じで、はい、気分味わっていきましょう。それでは早速出発です。よいしょ、参りましょう。はい、めちゃめちゃね、大ぶりな桜の木に、はい、なってる。すごいですよね、はい、なんででも70歳、80歳っていうともういつ枯れてもおかしくないぐらいの、はい、これ、干してみません。はい、これ実際に去年まではあったんですけど、まあ、東茶屋街と比べますとかなり静かな茶屋街となってるんですが、確かにお土産屋さんとかがないんですよ、ここ。あ、そうなんや。そうなんです。こうね、あのお土産屋さん作っちゃいけないんです。え、いいのがこの風間茶屋街です。あ、そう。これなぜかというと、この雰囲気を守るため。へえ。いただきます。うん、キンキラキンですか？